今回は日本の高等の変遷について。高等は万世一系ではあるものの、政略に合わせて系統を変えてきている。また日本の高等は、海外にもその血統を移している。その動きを概説していく。神武天皇は大陸で日本に迫って拡大する騎馬民族に対し、大陸に近い九州から本拠を重心化するために大和へ。 皇室の九州分国には国代表の看板を掲げさせておき、皇統の本層の姿をマトで隠しておくことに。なお、紀伊半島は1500万年前の火山活動で作られた水銀鉱床が存在し、水銀は鉱物消薬や殺菌や種の原料など様々な用途を持つため戦略物資として活用するにも都合がいい場所であったと思われる。神武の紀伊半島周りの道は、水銀産地と重なる。 ところで、高間ヶ原は北日後、北熊本、にあったとのことで、神武の息子の寛哀耳の御子との光栄が九州に多く、阿蘇氏の祖である竹和達の御ことも寛哀耳の御子との光栄であり、高間ヶ原が北日後にあったことを伺わせる。また、上述の九州が文国となる祖地があることも伺われる。王氏も寛哀耳の御子との光栄士族。 第五代天皇皇賞天皇の兄である天たらし彦は、日本の皇統が騎馬民族の長と偽装することを目的として、すでに騎馬民族が到達していた朝鮮半島に渡った。天たらし彦を迎え入れた騎馬民の部族は、ウバイドが統率していた部族と思われる。もしくは、ウバイドの意を受けた高須が統率か。なお、天たらし彦が、朝鮮のどこに入ったかは未詳。また、 天田らし彦は、和西、小野市、春日市などの素であり、和西や春日市は王人町で皇室の大根氏族となって栄えた。春日市は春日の神という名義を藤原氏、中富氏に対応していて、真の春日神社は和歌山の海南春日神社。天田らし彦から数代を経て、日本に里帰りしてきたのが主人天皇。朝鮮半島のいずれかの土地で、 天たらし彦の系統は偽装騎馬民化し、日本に戻る時を待っていた。これまで日本に存在しなかった騎馬民とその文化が日本に持ち込まれ、口頭にも入ることから、義士は人伝が伝える和国大乱が起きたと考えられる。主人は、日本にやってくる際に、それまで日本にあった消しとは別の消しを持ち込んだらしい。薬効を改善した新種であったと想定される。 すじんを里帰りで迎えるにあたり、皇統府に偽りが入るために、開花天皇の皇后の名前がいかがし込めのみことというような機械な名前を与えられた女性が便宜的に開花天皇妃になったことになっているなど、偽装工作の痕跡を後世に伝えている。皇室のさらなる騎馬民化を図ることを目的の一つとして、ウバイドの聖地で国体黄金の一口であるラジンに送り込まれたのが、皇元天皇の息子彦夫藤氏。 彦コフ氏の孫がタケシウチノスであるが、タケシウチノスも代々の世襲名であり、一人が超人的な長寿であったわけではない。彦コフ氏の孫が初代タケシウチノスクネ。甘たらし彦と同様に、数代後に高等に里帰りさせるために送り込まれたが、おそらくラジン高等の始まりの人物であり、彼の系統がラジンにあったからこそ、 孫の武士内の宿根の光栄である蘇我氏がラジンとの連絡役パイプ役となった。なお、自責の奇妙さから、大和武は慶向天皇の息子ではなく、天たらし系の里帰り王子が慶向天皇の息子とされたと想定されている。彦不投氏の数代後で、日本に奉迎されたのが王神天皇。彼は、日本の布告強兵のために、 ラジンにあった莫大な国体黄金を携えて日本にやってきた。この莫大な黄金の位相を別の形で伝えているのが、神宮皇后の白木遠征。ラジン皇統は大変重要であったので、王神天皇はこの後の皇室の祖として、ウサ八万に祀られることとなり、ウサ八万が皇室の創業と言われるようになる。そして、スジより本格的な偽装騎馬民であったからだろうか。 八万神として武士に崇拝されるようになったと思われる。武家源氏が八万神皇に熱心であったのは、ラジンなど朝鮮にいた高須が潜入させられたこととも無縁ではない。皇室が騎馬民化を図った理由は、騎馬民は農民から収奪を行うため、農民文化の国家を下に見るので、大陸の騎馬民と対等な付き合いを行うために、皇室の騎馬民化は必要であった。 国体黄金で布国共兵を推進したのが王人朝で、はたしや大和の囃子や河内の囃子が王人気にトライするのは、偶然ではなく計画されたものであった。布国共兵という国内重視政策が一区切りついたので、国際化を進める段階に入るということで、王人と同様にラジから放迎されたのが慶大天皇である。国際化のためには、ある程度強い王権が必要であるが、 そのために、携太一朝の安官天皇の時に全国に三宅を置いたと考えられる。三宅設置が安官天皇で、安官天皇が曲がり大江王子というように国体黄金管理人である大江の名前を持っていたが、この安官天皇が座黄金元である。三宅設置の費用が、国体ファンドから捻出されたのではないだろうか。携太一朝が国際化のための王朝であったのに対し、 金明朝は本格的な国際化のための王朝であった。金明天皇も羅人から放迎された。そのため、携帯と金明は親子ではないことになるが、安官戦課長と金明朝が並存したというような説が出てくるのは、このような裏事情が潜んでいるからであろう。金明朝において、朝廷の中央集権体制を確立に寄与する蘇が氏が当確を表すが、当然これも意図されてのこと。 神道と共に仏教を国家運営の柱に据えることが計画されていたので、金明朝に北伝仏教の伝来の辞跡が出てくる。すでに述べたように、蘇我氏はラジン高と日本高等のパイプ役であった。高徳天皇の息子である有馬の巫子は、中野大江の王子、天智天皇、への謀反を企てたとして、捕獲されて処刑されたことになっているが、これは偽装死。偽装死し,して、 莫大な国体黄金を携えて、欧州の脅威になるイスラム勢力に対抗すべく、欧州にいるゲルマン人たちを結束させるために統合し、イスラム勢力との戦いに勝利するカール・マルテルの父、ピピンに世となった。ピピンに世、カール・マルテル、ピピン3世、カール大帝と決闘が続くが、このカールはアリマ巫ミコの父子を説く天皇がカルノミコと名乗ったカルから来ているが、 このカルというのは国体黄金に関係する奪いド名称。カトリックとの関係を深めて、異文化混じり合う欧州をカトリック文化で統一する礎を築いた。五代醐天皇の王子である森永親王は、現在の皇室、ベルギー王室、オランダ王室、ハクスブルク家の根幹。鎌倉で殺されたことになっている森永親王は偽装死で、暴走の白浜に極秘に落ち延びた後に、 最大時ネットワークを使って最大時に入った。最大時ネットワークは、当時増大していた中性非人、無戸責民、を思考委員とするネットワークで、彼らは貨幣経済が浸透する中で、職工労働者、行商人、芸能民、宗教関係などの百姓となっていた。国体ファンドは貨幣と相性が良く、 これらのネットワークを抑えておくことが国体の力の源泉の一つであった。皇室の極秘の決め事がなされ、皇統は森永親王の決闘が継ぐとされた。これは、森永親王の決闘に世界の国体ファンドの利用権を寄せることが、何かしらの事情で必要になったと考えられるが、真相は未詳。皇厳天皇の王子とされるスコ天皇は、森永親王の王子。 森長新能と奇襲塚月村の井口左近の娘との間にできたのがスコウ天皇であり、黄金天皇のことされた。南北朝の争いは、南朝、北朝、足利高氏、忠義、楠木正重、新田義貞ほか、多くの人物が通朝して起こした八尾朝。南北朝の合一に向けての動きの一つが、密室公天皇を入れることで、 血統バンクとしての永世親王家伏見宮を創出することであった。永世親王家を作りたいのであれば、最初から伏見宮初代の吉人親王を森永親王の息子にすればよかったのでは、という疑問も湧くが、このあたりは寿命院等に割り振られている国体ファンドの名人が関係しているのではないかと想像するが、このあたりの事情は未詳。伏見宮吉人親王の子ではなく、 実は、須甲天皇の子の伏見宮貞だ親王、彼の子の御花園天皇が塩甲天皇の後を継ぎ、以降は森永新皇地筋が皇統を繋いで行っている。御花園天皇が、南北朝の八百朝の集結の象徴。また、御花園天皇は弟の伏見宮貞だ常新を永世親王家とすることを定め、伏見宮が森永親王の血統バンクとして機能することを確定させた。 これによって、天皇が政体を担い、伏見宮が国体を担うという分担体制が整った。以降国体担当が官員宮流である公明天皇、六人新皇に移るまで、伏見宮は国体ファンドの運用、国内外の情報ネットワークの運営を担った。森永親皇の孫世代あたりが欧州のベネルクスエリアに入り、欧州国体の運営を担った。南朝、後南朝の区 武士たちを引き連れて東欧。当時は、スコットランドのケルト王室も西のウバイド王党としての存続の危機にありつつ、ペスト流行によって人口が激減していたため、欧州国体の立て直しで渡ったらしい。ベルギー王室とオランダ王室と英国王室は、この東欧した森永親王の後営の子孫となる。このあたりの王室が、皇室と仲がいいと言われるゆえん。 ベネルクス入りした森永新能公営に続いて、同じく公営がハクスブルク家に入り、エルンスト鉄公というフリードリヒ三世の父で入ったか、エルンスト鉄公と入れ替わった。ベネルクスが国体的で、ハクスブルクが生態的であるが、近代以降はハクスブルクも国体的な動きもしており、両者の役割分担については未詳。永世親王家下院の宮から初めて天皇になったのが広格天皇。 会員の宮家は、新井白石の建箔によって新たに設立された衛星親王家であるが、彼の建箔内容は建前で、真の目的はベネルクスから里帰りする皇統の受け皿として設立された。会員の宮家は、直人親王、助人新納合格天皇となるが、助人親王が里帰りしている。この時のこの池は石家は設計から高月に血統が変わっているが、もしかしたら、 いずれベネルクス皇統の里帰りに合わせた国体ファンドの移転を想定して皇別に変えられたのではないだろうか。以上が、降格天皇までの動き。この後、官員の宮家へ天皇として、降格任皇公明と続く。そして、皇明へ天皇とこの睦人親皇が共に偽装しをして国体を担うことになる。明治天皇は睦人親皇ではなく、 その国にいた森永親王の子孫である大室虎之助が継いでいる。明治天皇以降は、これまで見たような系統の移動はあるのか、ないのか。いずれ明かされる時が来るはず。いずれにしても、歴代天皇の中に架空天皇は存在せず、また、万世一系である。